おはようございます、上山みちるです。で今ですね、沖縄の朝の3時16分でございます。今ね1月9日なんですけれども、今日のね、4時10分から、ジャパントロフィー200スタートします。というわけでですね、今から200キロほど走ってきます。で昨年はね137キロ地点でリタイアになって、まあね今年はそれをまず上回るっていうことを第一目標にして、まあ、そしてね完走を目指してですね走っていきたいなっていうふうに思います。それでは行ってきまーす。今走り始めて3時間50分で、あともうちょっとで36キロ地点まで来ました。去年よりめっちゃ天候も良くて走りやすい感じですね。今のところはまあ自分の思ってる想定のペースで来てるんで、このままできる限り100キロまで走って、そこから勝負だなっていうふうに思います。で今回はねサポートクールつけてるんで、もうちょっとしたらね合流できるんで、まずちょっとそこまで頑張って走ります。いや、もう出てくるはずですよ。あ、ほらいたいた。違うか、これだ、これだろ、これだろ。本当これか。はい、どうも、あー、三井です。ちょっとあのもうちょっと行ったら、違うにコンビニあるんで、そこで一回休みます。わかりました、コンビニで休むそうです。今みつろこうやってですね、去年の超えたんやろ。超えました今。おめでとう、頑張ってください。ファイトー。みつろのペースでいいよ、みつろのペースで。こうやってですね一人でね黙々と走っているんです。黙々とこうやってみつろが走ってます。さあ、みつろが来ました。お疲れさーん。さあ、ここまでたどり着きました。あ、そう、来てる来てるよ。さあ、はい、休んで休んで。去年を超えました。おめでとうございます。今どんな感じですか。もう、はい、座り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 。眠たい。ちょっと寝る？ちょっと寝ます。足をね、ちょっと記念しようテープも貼ってきます。今ですね、はい、こんな感じでですね、やはり眠気が来るんですよね。今日朝の4時出発ですからね、4時、本当に10分でもね、数分でも寝るだけでもね断然違いますからね。今ねこう下健ちゃんが、サポートして、そして今ね三井の足でございます。こんな感じです、よし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 。あと60キロです。あと60キロ、あと60キロ。今ね、140キロ地点だそうです。どれぐらいの人が支えてくれてるんだろうね。いや、本当ありがとうございます。みんなの思いを、奥さんも子供たちも。ラスト10時間で60キロ。ラスト、はい、よし、はい、はい、足元気をつけて。次は150キロ地点だそうです。今140キロ地点。よっしゃ、はい、行ってきます。今ね最後のしっかりと紐を締めて、いってらっしゃい。155、はい、すごい、すごいですね。すごい、あとフルマラソンぐらいです。あとフルマラソンぐらい、うん、半端ないっすね。半端ないっすね。さあ、そろそろ来るんじゃないでしょうか。155キロ地点かな。あ、来ました、来ました。皆さん、さすがにこの時間見てる人はいないか。
お疲れさんです。お疲れさんです。お疲れです。来ましたね。自身最高の距離です。最長です。こっからはもう未知の領域。皆さん再出発です。応援よろしくお願いします。広島から応援してますと、たくさんの声届いております。光弘さん頑張っていってらっしゃい。いってらっしゃい。最高です。はい、走っていきました。皆さん夜中にもかかわらず応援ありがとうございます。こっから正念場でございます。155、僕が住んでる今南城市を走ってるんですけど、こっからねちょっとアップダウンがあるんでね、こっから最後のあれですね、そこを越えればかなりいいんじゃないかなと思ってます。水城さんもうすぐです。しもげんさん、いえ力及ばずでしょ、僕の。いや、すごいっす、ここまで走り切って。200キロ走りましたね。走ったっすね。なんすか、最後の坂。みんなに言葉をお願いします。いや、でも本当連れてきてもらいましたね、本当に皆さんに。いやちょっと最後力及ばず。いやいや、いやでももうこれ以上はなかったっす、いろんなこと含めて、うんうん。まあ、僕も下健さんも今のベストやったっすね。これがこれ間に合わへんかったってことはもう仕方がないなって思うんですけど、でもまあほんまに、うん、みんなのおかげです。本当自分がここまで走ったっていうか連れてきてもらった感じ、感じがめっちゃある、あるんで。出し切ったっすね。いや、それは間違いないっす。完璧にですね。はい、それはあの間違いないっす。あ、すごかったっす、あそこからの、あのローソンからのこの最後。はい、ということでですね、昨日ね、昨日朝、無事にですねジャパントロフィー200終えて、ホテルにね、帰ってきました。で、結果はですね、204.5 キロを30時間4分かけて、走り切ることができました。本当にありがとうございます。まあただね、このジャパントロフィー200の制限時間が30時間なんで、まあ僕がねゴールしたのが30時間4分やったんで、4分届かず、まあ正式記録にはならず、悔しいね、本当に思いを、しました。まあただね、その4分っていうのは絶対ね削り出すことができたんで、まあ休む時間を短くしたりとか、まあ坂道ね歩いたところを走ってたら4分は削り出すことができたので、そこがね今の自分の弱さっていうか、やっぱり200キロの
ていう距離になってくると、やっぱり自分の弱さがね、ほんと出てくるなっていうのを痛感させられた、大会でした。ただね、ほんとホテル帰ってきて携帯開いて、まあ、ツイッター見てたら、まあ、ジャパントロフィー200の公式のアカウントがですね、まあ、僕のことについて最後触れてくれてて、上山選手がね、30時間4分かけて、204.5 キロ走ったことに関して4分届かず、まあ、記録には残りませんでしたが、204.5 キロを30時間かけて走ったっていう事実は消えることがありませんっていうね、ことを書いてくれてですね、もうほんまにこう報われたというか、すごくやっぱそれは嬉しかったですね。あとそれと、そのね、ツイートをオンの駒田さんがですね、リツイートしてくれてて、宇山光弘っていうランナーがね、素晴らしいランナーであるってことは、変わりがないと。本当にね、この、まあ、僕をね、オンのアンバサダーに迎え入れて、本当に良かったと思ってますっていうようなことを、駒田さんがツイートしてくれてるのを見て、まあ、本当に涙が出てきたというか、なんかね、今回そのツイートを見て、いやもうこちらこそ本当にオンのシューズで 204.5 キロ走り切ることができたことをほんまに良かったなって、ほんまにこのシューズで、オンのシューズで走り切ることができて良かったなって、本当そのツイートを見て、涙がねまた出てきました。本当にありがとうございます。まあなんでね、またこの 204.5 キロのね、30時間長旅、もうサポートクルーのね、僕の仲間にも本当支えていただいて走り切った、ところっていうのはですね、まあ、まだね、どんなトレーニングをして、よかったのかとか、どういう補給食を取ったのかとか、まあ、どんなシューズを履いて走ったのかっていうのね、ところ含めてはですね、また別にね、動画をね、撮っていきたいなっていうふうに思います。というわけですね、ジャパントロフィー200、今回はね、4分届きませんでしたが、30時間は4分かけてね、204.5キロ、本当にサポートクルー、そして応援に来てくださった仲間のみんな、そしてオン、そしてジャパントロフィー200ね、この大会、この厳しい時期に開催してくれた皆さんに本当にね、感謝したいなというふうに思います。いやー、どうも本当にありがとうございました。で、またね、この動画がね、面白いと思った方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録、そしてね、コメント書いてくださったら嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。